福知町は、福岡県の中央部に位置する町、田川郡に属する。福岡県の中央部より、やや北東より、地区方の北東端部、福岡市の東約4 5トル北九州市の南約3 5トルの場所に位置する。町域を彦山川、中原寺川の2本の河川が貫いており、両河川は町の中央で合流する。町域の北東部は、 福地山をはじめとする600から700メートル級の山が連なる山地で、それ以外の地域は筑豊盆地の北東端にあたる。経済、生活面では北九州市、田川市、能形市との関係が深く、旧赤い家町は北九州都市圏の10%通勤圏、旧カナダ、北条町は5%通勤圏に属する。かつては筑豊丹田の三端地であったが、 エネルギー革命後に衰退した。炭鉱が閉山したことにより人口は減少。旧赤い結城では土地開発公社を設立し新たな企業誘致を進めるなどして再生に努めたが難航していった。それにより土地開発公社の負債は膨らむ一方で人口も減少の一途であった。そして1992年には 総額32億円の財政赤字を抱えた赤い家長は財政再建団体に指定された。赤い家長に限らず、カナダ町と北条町も財政再建団体に指定されたことがある。現在は財政再建を完了したものの、財政再建団体指定解除後、それまで制限されていた公共工事を一気に行ったこともあり、再び財政が悪化したため、 依然として厳しい状態が続いている。一方で、近年では、ふるさと納税の取り組みが進んでいる点も特筆される。中学校小学校義務教育学校合併前の大技を引き継ぐ。金田駅副地町巡回バスの車両かつては、現在の町域にあたる旧カナダ、赤池北条町内の各地に西鉄バスの路線があったが、人口が減少したことや、自動車、バイク、 自転車の普及、旧国鉄から転換された平成築法鉄道が、駅数や列車本数を増やして、利便性を向上させたことから、大半の路線が廃止された。現存の路線についても、町が一定の補助金を出して存続させている状態である。さらに旧和海家町の一部地域に、JR 九州バスの路線があったが、こちらも同じ理由により廃止されている。 バスが廃止され公共交通機関を奪われた高齢者などを救済する目的で町の社会福祉協議会が無料巡回バスを運行している。なお、町内の観光施設の一部では独自の送迎バスを運行している。県道、ありがとうございます。